絶対だな、ビュー君。ああ、絶対に尾行はついてない。俺はライトの半径100メートル以内を何度も飛び回って確認したんだ。絶対だ。分かったよ、リュウ君。リンゴ、買ってやるよ。やったしかし、死神使い荒いじゃん。お前、本当に姉妹に俺のデスノートに名前書いて殺すぞ。一昨日のひったくり犯と横領犯の心臓麻痺、あれは私の家族が情報を得てない間に起きた。また息子さんが帰ってきました。まただんまりで勉強のふりか。では続いてん？テレビ見るの？僕がテレビを見ている時に報道された。罪の軽い犯罪者も殺しておけば特別視されない。財布の中に仕込んでおいたデスノートで死の時間を適当にばらつかせ殺す。結論から言わせてもらいます。北村家、八神家の中で怪しいものは、結局容疑者は伊豆か。気を抜くな。もう一度引き締め直すんだ。あの中にキラがいたとしてもボロは出しません。何も出さずに今まで通り犯罪者を葬っているということです。監視カメラがついている間にもキラによる殺人は行われていた。あの中にキラはいない。もしキラがあの中にいるのなら、キラの精神はすでに神の域に達している。しかし神が人を殺すのに顔と名前が必要なんてふざけている。キラという大量殺人犯は必ず存在する。そして必ず捕まえる。自分がキラですと言ってもらい、殺しを実際にやってみせてもらうのが一番いい。おい、ライト、やっぱりカメラ撮れてるぞ。全部だ、全部。ライト、聞いてるのか。これで僕は捜査対象から外れた。計算通りだ。しかしエルはキラを追い続けるだろう。エルさえ消せばキラは新世界の神にまた一歩近づく。しかし盗聴器もないことが分かってすっきりしたな。君、限界し10分前だよ、早くしなさい。教室で待つの嫌だから3分前に入ろうと思ってたのに。そこ、受験番号162番、ちゃんと座りなさい。